山本美鈴のハッピースマイル。おはようございます。山本美鈴です。この番組では毎週今を懸命に生きている人を一人取り上げ、その人の活動や生き方を紹介するとともに、その人のハッピースマイルを探っていきます。ハッピースマイルは人と人とをつなぐ合言葉、ルームズ衣川商事がお送りします。金沢で宿泊施設寿司店などを経営しているグッドネイバーズ吉岡拓也さんにお話を伺いました。吉岡さんは愛知県日進市生まれ、小さい頃からサッカーを始め、中学高校とサッカー一筋で頑張っていましたが、大学1年の時にサッカーをやめてシンガポール、タイ、マレーシアへ旅しました。それまでには体験したことのない生活、知らない人と食事を共にして何が起こるかわからない刺激的な毎日を過ごすうちに、大学を休学してアジア、ヨーロッパなど55カ国を回りました。これから何をしたら良いのか考えながら南米コロンビアへ。そこで偶然出会ったのが高校の先輩でエメラルドの貿易会社の社長さんでした。吉岡さんは価値のあるものにさらに付加価値をつける仕事をしてみたいと思っていたので働かせてもらうことになりました。日本に戻って2年半エメラルドの商社をやり、その後インドネシアに渡って日本人を迎える旅行業をやりました。いろんな国の人に出会った経験を生かし、日本で海外からのお客様をもてなしたいと思って、東京のハイヤーの会社で外国人向けのアテンドもしました。そして星野リゾートに入り、インバウンド事業、ホテルのマーケティングを担当。吉岡さんは2015年31歳で独立して自分の会社グッドネイバーズを立ち上げ、金沢駅近くにグッドネイバーズホステル、町屋民泊サコンコン、そしてゲストハウスブルーアワー金沢など6棟の宿泊施設の経営をしています。2019年4月には金沢市木の花町にお寿司と和食の店畑中をオープン。英語も堪能な女性の板前、畑中彩子さんが握っています。畑中さんは京都、金沢、マレーシアで修行してファンも多いそうですよ。吉岡拓也さんはこれまでの経験を生かして日本に来た方をもてなし、金沢の良さを見て感じてもらえるように前に向かっていこうと力強く話してくれました。ハッピースマイルは人と人とをつなぐ合言葉、ルームズ衣川商事がお送りしました。